よう、探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、あったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだい。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいな。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで天道。てめえ、せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん取んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。ああ、やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ天道。さーて、くらえ！やるか？うわっ！本気でやってんやん。かかってきなさい。よし！とっておき！それでも心の端くれか！遊んでくんない。食べに行きましょう。セーレア！出ると思ってる。痛い目に合わせますよ。行くぞ。見せてやるよ。
バンド。ほら来いよ。はい。サンキュー。また本気でやって。リカーズチーよ。かかってきなさい。来てみろ。ありがとうございます。食べに行きましょう。せーの。私が。ほら来いよ。どうすっかな。とっておきだ。全力で行くぞ。してみろ。これを。ありがとよ。チームの一歩。おっと、こりゃ強烈なのをやる気だぜ。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。派手に行こうか。絶対負けない。かかってきなさい。よっ。はっ。はい。派手に行こうか。
鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。食べに行きましょう。ほら来いよ。くらえ神羅万象の怒り。よし、ガード固めたぞ。あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。全力で。さあ、よし、行くぞ。見せてやるよ。命を大事に。回復だ。サンキュー。ありがとうございます。やんのか。食べに行きましょう。セーレア。セ。うわ。やってやるぞ。してみる。さて。くらえ。これ見せると客も喜んだもんや。俺の番に打ち込ませ。私の番です。絶対負けない。セーレア！プレゼントだ。
めんなよ。俺の番だな。とっておきだ。私が相手。みんな死ぬなよ。これでありがとう。ランキュー。よし。してみろ。とっておき。それでも極道の端くれか。ネットバレる。逃げなくなりました。始末します。これで終わりです。まずは一人行くぜ。おい来た。痛い目に遭わせますよ。私の番です。なめんなよ。外さないよ。してみろ。私の番ね。見てなさい。かかってきなさい。行くぞ。さて、セーリア！舐めないでくれ。まずは左行くぜ。俺の番ね。とっておき。見てろよ。よいしょ。やってやるぞ。舐めんなよ。イカズチよ。よし、とっておき。痛い、飛んでけ。ランキュー、俺の番だな。とっておきだ。私がプレゼント。食べに行きましょう。神羅万象の理解だ。まずは右行くで。絶対負けない。おい来た。ハハ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 。これ見せると客が喜んだもん。やるか。さて、これをどうぞ。サンキュー。舐めないで。いや、俺の番ね。やばいだろう。わ、まずいや。一家まつりや。逃げるなら今のうちだぞ。私の番。まずは一人行くで。俺の番だな。かかってきなさい。よっしゃ、やってやるぞ。よっしゃ、行くぞ。さあ、よっしゃ。じゃねえぞ天道。最後にきっちりおやっさんの分を受け取ってからくたばれや。